どうもどうも、僕でーす。そしてこれが100万円でーす。はい、本日は2022年3月21日でして、週刊少年ジャンプ16号、読み切り、臼井正一先生のエクソシストの清くんの感想を話そうかと思います。臼井正一先生は、これまで何度か読み切りを発表されておりましたけど、今回はエクソシストの、読み切りでした。感想といたしましては、ギャグとシリアスのバランス、そんな言葉がまず思い浮かびました。割と、ギャグ中心で話が進んでいくかと思いきや、後半は結構その家族の関係であるとか、そういうシリアスな内容にも入っていったと思います。そして、もう一つ思ったのは、最初から最強の主人公ということでありました。これは結構最近の流行りなのかもしれませんけど、主人公が、最初から世界最強に強いというやつです。今回の、エクソシストの清君も、性格は、ビビリなんだけど、エクソシストの能力は最強という感じでありました。そういう意味で、読み切りとしては最初からマックスパワーが出ている感じで、爽快感もあって良かったんじゃないでしょうか。まあ一つ気になる点といえば、ギャグありシリアスありの内容ですから、まあ、結構ギャグの方に引っ張られているなっていう印象を受ける人もいるんじゃないかということでありました。このあたりのバランスはなかなか難しくて、全部シリアスでいってしまったら、普通の漫画になってしまいますし、このギャグというのも、作者の持ち味なんじゃないかなと思ったりもしました。はい、そんな感じの、感想でありました。なかなか面白かったです。まあ、連載化を匂わせるような雰囲気でラストシーンが描かれているので、今後、アンケート結果などにによっては、連載になるということもあるのではないかと思われます。以上です。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。